One, two, three, four, o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 ne. One, two, three, four, o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 ne. One, two, three, four, o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 ne. One, two, three, four, o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 ne。チャートではこのように最後の3歩はアレマーナのような回転になります。3スリーズというステップですね。基本教科書に載っている基本ステップの中では多少難しい複雑な部類ですね。教科書に載っている基本ステップというのはだいたい30ぐらいあって、最初はハンド・ツー・ハンドとかニューヨークとかね、そしてナチュラルトップとか、まあ、リバーストップとか、ロープスピンとかね、そういうふうに徐々に複雑になっていって、最後の方にスリーアレマーナとか、スライディングドアーズ、そしてこのスリースリーズがあります。スリースリーズの名前はちょっと不詳というかなかなかわからないんですけども、まあ3つのスリーということで、多分このクカラッチャ的なね、このツースリー、そしてなんか回転で、クカラッチャ的なことをして、クカラッチャ的なことをして回転で、またクカラッチャ的なことをして回転という、そのパターンが3回続くと、まあ、クカラッチャ的なこのこういうクカラッチャをしてぐるんとか、そういうパターンを、まあ、3歩ですから3といって、まあ、3回のそういうのがあるというふうじゃないかと言われていますけども、まあ、でも考えてみればルンバは全部2,3,4,1,3歩ですから、至る所で3ですからね。構成はこうですね。まあ、オープンヒップツイストのように、オープンベーシックのような感じでしたら、女性が U ターンして、それを男性がリードしてタンデムポジションになりますね。そして男性は後退のクカラッチャ、女性はその場で足を揃えたまま2,3としたら、女性のみ1回転しますね。そして、まあ、要するにベーシックステップをするんですが、そのまま前進すると女性にぶつかるので、男性は斜め前進、女性も真後ろに後退すれば男性を踏んでしまうので、斜め後ろに後退して2,3をしたら、女性前進して U ターンしますね。ここで普通のオープンポジションになりますが、この勢いがついてますので、アレマーナのように多少円を描いて3歩前進しますね。女性は前進前進、そしてベーシック的にはクローズドポジションで終わることになっておりますが、まあいろいろ変形は可能なのでね。例えばですけど、私たちの愛知県のミネラルですけども、最初はこういうふうに、最初というかこんな感じになっておりましたので、2,3,4,1 2,3,4,1 で、前後に2,3,4,1 とで、こういうふうになっておりましたので、まあ教科書も当然こういう風かなと、思って勘違いしていましたんですけど、教科書は一番最初にお見せしたようになっておりますのでね、当然いろいろ加工、バリエーション化というかね、例えば角度を少し少なくしたりとか、いろいろポーズをつけたりとかね、加工してメダルテストや教育会で使われたりしますので、先生から教えてもらったのがそのまま教科書に載っている通りとは限りませんし、別に全部教科書通りである必要もありませんので、そこら辺ね、事情をよく理解して、まあ、勉強なさってください。 1 2 3 4 1 2 3 4 1
4, 1 1, 2, 3 4, 1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 